おふみの堀江理香です。笑う方には福来たる初出演ということで、皆様よろしくお願いいたします。この番組はですね、ピーマート TV とおふみのコラボ番組となっておりまして、どんなに辛いことがあっても嫌なことがあっても笑っていれば福が来る、当たりが来るということで、本日は終日笑顔で乗り切っていきたいと思います。やばい105番マイジャグラー3撮りましたということで、こちらからスタートしたいと思います。見てきます。笑顔で乗り切って今日一日いっぱいの福当たりを引き寄せたいと思います。ということで、本日頑張っていきたいと思います。ことをしたいと思います。ちょっと店内の方のジャグラーも抜けちゃったんで、どうしようかなって思ったんですけども、カバーにすごい高くて、私自身今日リピートアフターミーなんですけど、何回も言うんですけども、47枚しかまだ使用してないんで、まだちょっと持つメタルがあるうちはとか、あと自分の中でまたじゃあ200ゲームとかいったら1回様子見てこようかなとか、周りの様子を見つつ、ビッグに寄ってくれて全然いいんですよ。いいんですけども、長く打つにはもしかしたら笑顔がなくなっちゃうかもということで、ちょこちょこね、区切りを見て自分で己の足で移動先見つけられたらなって思います。そんな言ってたらもう200はすぐですよ。いいですよ、この子がもう本当に私の穏やかさにね惹かれて、ペカリバイダー187で、ね、コンボランプ点灯しました。いいんですよ、これだったらこれで本当にいいんですよ。200の前に光っていただきました。はい、ついてきました。レギュラーボーナスがついてきましたということで、本日2回目のレギュラーボーナス
的なボーナス。とりあえずまた引き続きジャグレを目指していきたいと思います。私が笑顔で打っていてもちょっと答えてくれるかどうか未知数だったので6号機九州大好き委員としてはこちらの方が空いていたので逆転を目指してさらなるね逆転というか今多分プラマイ0くらいなんですけどもメダルを目指していきたいと思います。ただ6号機は先だと本当今アバウト2あと2あ今だ2-0なんですけどもどうにか受賞ですが数寸以下をいるのでスロット打つのがとても うまいわけじゃないけども笑顔で打って笑顔で終われればなと思っております。あこA タイプも好きなんですけども私は多分すごいコアユーザーではなくエンジョイユーザーなので6号機すごい好きなんですよね。昔からやってる土台が好きって人はうーんっていう人もいるかもしれないんですけどもエレカなんて3じゃないですか。そうない、エレコンターって人とかうーんって人いるかもしれないんですけども私は好きなんですよ。で好きらしい6号機で笑顔で終わりたい。そろそろ持つメダルが多分欲しいんじゃないかな。あ、今投資した分で持つメダルが通常なので追加投資になりますね。でこちらが開いたので移動してまいりました。最後コレクション2ですね。今日旗あたりが通っている場合でして今度見て多分いるんだろうけども夢があるということでちょっとこちらからやっていきたいと思います。今120なんで求められてたんでしょうけどもいいところで引っかかって夢のある展開になればと思いコレクション2初打ちですね。私コレクション先これのイエスちゃんばっか打てたのでサンザーとココッケのね愛を語っていたのですが笑顔で楽しく打って今日終わりたいです。信長様、お湯加減は
りました。
ザートレアのそうです女神ね、移動してまいりました。そうだね、海を負けないように海を目指して頑張っていきたいと思います。いやはやそう、私はここからいい展開になるのかって感じなんですけども、ライターさんでいてバズリスク3ですかね、ハドニーのめっちゃ出してるんですよね。笑顔というよりニヤニヤしながら打ってましたね。
やい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 や。待って、今チラッといったボタンどこ行った？すっごい声にびっくりしたよ。そうなそうです。力
303枚。笑う角には福来たる、実践終了させていただきます。本日ですね、笑っていれば辛いことがあっても乗り越えられるということで、総投資枚数が799枚、そして回収が303枚ということで、3枚数がマイナス496枚となりました。これはすっごく惜しい結果となったと思います。ちょっとね、笑かどということで、笑っていれば福が来る、これを信じて笑って打っていたら、最後に座ったクレアが高設定だろうという示唆も出ていただきまして、私のちょっと笑顔が足りなかったのか、腕が足りなかったのか、本当に惜しい結果となってしまいましたが、現地の皆さんと笑いながら楽しい時間、そして高設定と思われる台に座れたので、結果オーライだったんじゃないかなと思います。ぜひぜひ皆さん、ご視聴いただいた皆さん、笑っていればこんな楽しい結果になるんだということを実行していただけたらなと思います。ということで、本日笑かど初出演のおふみ堀えりかでした。また会う日まで、さようなら。